こんにちは、 N 版で外遊びチャンネルです。今回は私が使っている車中泊マット、 IKEA のスレクトマットレスのご紹介です。今まで車中泊の時にちょこちょこ紹介していましたけれども、今回改めて詳しくじっくりとご紹介いたしたいと思います。まずはサイズから行ってみましょうか。どれくらいのサイズなのか測ってお見せしたいと思います。メジャーを一番向こうの端に合わせてます。手前の端がこちらですね。ちょっとカメラ寄ってみたいと思います。ここがちょうど180センチですから、長さ190センチあります。次に横幅のサイズは60センチ。大人が車の中で休むには十分なサイズだと思います。そして続けて厚みですね。このマットの厚み、厚みは8センチあります。8センチの厚みがあって、しかも やや固めのしっかりとした素材で作られています。何度もこのマットで車中泊をしてきましたけれども、部屋のベッドで寝るのと変わりない寝心地を提供してくれます。四つ折りになったマットを畳んでみました。サイズ的にはちょっと大きめだと思います。これダイソーのキャンプマットですけど、こういったマットに比べると十分スペースを取ってしまうことが分かります。これまた後でこういう使い方もできますというのを最後の方でご案内したいと思います。このスペースを犠牲にしてもあまりある快適さをこのマットは提供してくれています。本当に実に快適です。我々シニア世代にとって快適に眠れるということは次の日の運転にも影響しますので、実に大切なことだと思います。快適な睡眠を得て快適な旅を続けるためにも、快適なマットはぜひ必要だと思います。普段使いをしている時の収納は、ここの後ろの部分に置いています。四つ折りになってますので、これを二つ折りにしてちょっと高めの座椅子代わりにして、ラゲッジボードの机の上にパソコンを置いて、撮った動画の編集などをしたりすることもあります。こうやって座ることができると足が伸ばせます。非常に疲れにくくなります。このモードは非常に重宝に使っています。寝るときはこちらの方向で寝ることが多いと思います。まあ、私の身長168センチですけど、十分にゆっくりと寝ることができます。
もちろん底つき感などは全くありません。両腕を横に下ろしてきっちりと横に収まります。本当に家で寝るのと変わらないように快適な睡眠をとることができます。では上にかける布団はどうしているかというと、冬場、11月に入ってからゴールデンウィークぐらいまではこのニトリの温度調節布団を使っていました。少し暖かめになっても朝方、特に阿蘇や九十に行くことが多いので朝方はやっぱり冷え込みます。そういった時に体調を崩したくないので、これを着て、着るというか横に置いたりして寝てました。これからの季節、夏場になればもうこれは必要ないとは思いますけども、その時はこのシュラフの中に入って寝るのではなく、シュラフをタオルケットのようにして上にかけて寝ることが多いです。お腹の上にかけていれば寝冷えなどすることはないと思います。そんな感じですね。その時枕代わりに使っているのがこのダイソーのキャンプマットになります。1枚を切ってこれだけ短くしています。全部使うとちょっと高すぎるので、これはサイドのところに当てています。いや、実に快適です。このイケアのマットですけども、折りたたんだ時かなり、小さくはない、特別大きくはないと思いますが、スペース的にはちょっと無理だと言われる方は、これダイソーのキャンプマットなんですけども、2枚重ねてます。これ2枚ないし、もしくはもう1枚3枚重ねると全然違う寝心地になります。家内を連れてたまに行くことがあるんですけども、その時はかみさんがイケアのマットに寝るので、私はこの2枚重ね、ないしは3枚重ねのマットで休んでます。
1枚ではとてもじゃないですけど寝る勇気はありませんが、2枚、できれば3枚重ねると、十分休めるんじゃないかなと思います。このマットも長さが180センチ、横が60センチありますので、まあ、大人が寝るには十分な大きさだと思います。畳んだ時の寸法も一つのサイズが小さいので、2つないし3つ車の中には詰めるんではないでしょうか。あとシートがフラットにならなくて、まあ、どうしても段差ができてしまうという車があったりしますけども、その時もこのマットを適当な長さで切って埋めてあげればフラットな面が作るのに役立つんではないかと思います。まあ、ぜひ快適な車中泊のためには、快適に睡眠がとれるマットは重要だと、まあ、今まで何日も何回も車中泊をしてきて感じています。特に我々シニア世代の人間にとって睡眠というのは、まあ、普段もそうですけども車中泊の時でも重要になってきます。翌日の運転に支障をきたさないよう、疲れを残さないように快適なマットを選んで車中泊の旅を楽しんでいきたいと思ってます。今回の動画はここまでにいたしたいと思います。次回は車中泊の時に使っている調理道具、まあほとんどそういう、まあ、大層な調理はしてませんけど、まあ、IH のコンロ、それからフライパン、ホットサンドメーカー、食器類などのご紹介もしていきたいと思います。どうも最後までご視聴いただきありがとうございました。